こんにちは、パチスロ攻略マガジンのワルペコです。さあ始まりましたサンデーレボリューション。まあ、早速なんですけども、この企画のルールを説明したいと思います。まあ、ルールはですね、多分この辺に出てると思うんですけども、皆さんも見ていただいてると思うのでおなじみなんですけども、まあですね、サマイスが1ポイントですね。サマイスにつき1ポイント、あとは各ミッション内容があるんですけども、そちらの合計で勝敗を決定すると。そして私がですね、今回お邪魔させていただくホールはこちら、デルパラ川口店さんです。で、今回も2店舗同時収録を行っていまして、今回の私の対戦相手は私の同期であり仲良し、そしてですね、塩パンでちょっと機嫌がコロコロっと変わるあの方です。はい、パチスロ攻略マガジンライターのちなりです。私はですね、こちらデルパラ吉川店さんに来ておりまして、まあ次戦のルール的にはポイントとか的にはこちらに出てるのでご確認ください。そして今回ですね、なんと同期のワルペコちゃんと対決なんですけど、まあずっと同期として仲良しコンビとして仲良しコンビとしていろんな企画などをやらせてもらったんですけども、コテンパンにねしてやるから、覚悟してけよペコペコ。しないちゃん今なんて言いました？コッペパンって言いました？塩パンじゃなくてコテンパンね。コテンパンって言ったのか。ちょっと滑舌がちょっと悪くて聞き取れませんでした。はいまあまあそれは置いておいて、まあ、今回もですね、ツイッターの方を実践中も、ツイートしていくので、そちらもお楽しみに。私もね、負けられないので頑張ります。行ってきます。パチスロ獣王、王者の覚醒ですね。まあちょっとリセットされてると朝一天井が短縮されてたりするので、朝はまずは獣王からやっていこうと思います。はい、じゃあ早速獣王を打っていきたいと思います。いっぱい出して、今日もねウルトラ大魔神っていう今名前があるんですけど、今日はちょっとまた解明していきたいと思うので頑張ります。ちょっと朝の状況とかも見ながら、もう最初はスロット魔法少女マドカマギカ2でちょっと頑張っていきたいと思います。はい、ですね、朝言った通りちょっと朝の状況とかも見ながら打っていきたいんですけど、スロット魔法少女マドカマギカ対決あるんじゃないかと思いながら頑張っていこうと思います。いや、まさかちなりちゃんとこう対戦する日が来るとは思ってなかったので、こういうがっつりやっぱり勝負みたいなのはそこまでなかったので、いやでも同期だとはいえ多分どっちも負けず嫌いだと思うので、いや勝ちたいな、勝ちたい、やっぱり勝ちたい。ちょっとすごくね、1時間もまだ打ち始めて経ってないんですけど、打てる台があるかちょっと探しに行きます。もう思いっきり今もうブラックラグーン行きままですよね。まあすいません、好きな台打って勝ちます好きな台にします。好きな機種ブラックラグインですね、移動してきまして、もう好きな機種で勝ちます、勝ちます。
あ、当たりましたね。これあのゲあったボーナスが入ってる時だけ下段でベルが揃うんで当たった。そうそう、7番。そしてピック。レグレンかはわからない。で、まあ、ビッグボーナス中はさ、あの扉が出てくると3択当てにチャレンジします。3択の押し順ですね。これ当たればニックゲット、これ外れ、中段にこう揃うので、で、まあ、肉が揃った数で、あ、肉が揃った肉を獲得した数で、まあ、ART 抽選とあとチャンスの抽選をしてます。リクルレットで、まあ、期待度 20% です。1個なんで 20% を持ってくればいいな。 20% をお願い。はい、で、まあ、この辺であのおなじみのサミートロフィーが出る場合があります。はい、ここでスカルシステムに入ったんですけど、このスカルシステム中に入る演出、それに成功をまずはしないといけません。チャンスアップあり、お、期待高いですよ。そしてここで、これね、何出る？チャン、普通。よし、よしよし。まああの最後チャンスアップ買ったやだね。さあさあです。何かです。なんだろうなです。まあ、でも最初ボーナスはあの引いてあの出玉が欲しかったんですけどね。ロベルタ以外ね。 あとちなみにまだあの、あ、ちょっと厳しい、あのまだあの一応ボーナスでも AR って言ってもないんですけど、結構ね15ゲーム中でもボーナスいけること、まあボーナスもちろん引いたらあのまあ勝ちなんで ART に入ってくるんですけど、ちょっとねあのキャラが強い。続く。チャンスで A を引くという。だからうまいうまいうまいね、うまいうまいうまい。よかった、終わった。はい、で勝ったは勝ったんですけども、今少し期待してたのがまあ、レア役を引いてたっていうのもあったのでボーナスもお願いねと思ったんですけど、そう簡単にうまくはいきませんでした。よし頑張ろう。あ、もうね、まずここね、ここあのパレット、ここが一つもないとね話にならないわけじゃないんですけど、勝負できないわけじゃないんですけど、不安材料が大きくなっちゃうんで、埋めてきましょう、一つでも二つでも。ずれろずれろ。願いが通じないよ。いけ、
変な声出ちゃった。よし。よし。成功した。初めて。あ、初めてだよ。あ、おお。これはトレですよね。あ、おっかー。来いよ、マジ来い、マジ来い。キョウチェリーとか来ちゃうんじゃないの？あ、来なかった。来なかった。赤だ、赤、赤かこれ、赤なのか何でもないのかどっちなんだ。しょ、ダブル、ダブ、わかるかな、さっきよりいいよ。いきますよ。本当に行く。いきます。いきなり、嘘、いきなり。そんなに嘘。ちょっと怖い怖い怖い。今、保証あります。次、次、この次また参加だったらもう終わりです。でも平均240ですからね。よし、オッケー、オッケー、はい。あ、乗せてない。待って、やばくない、やばくない。取りました。レインボーですよ。3桁ですよ。どんどん行こう。ああ、もう。私の引きが弱くてごめんなさい。あー、ブラックラグーン3に移動してますね。で、ヘブンズラッシュ引いてますね。やばいな、これはやばいぞ。よう、ちょっと当たってないんだ、へへーと思ったんで、まさか当たって ART に入れてると思う。ピック131。チャンス目 B からですね。さあ、どうだろう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 。よし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 、中央モード。中央モード。さあ、中央モードはですね、まずチャンス目確率が約10分の1になります。で、チャンス目の期待度的には1回いけば 25% で ART 搭載します。で、20ゲーム間、大チャンス、 ART 期待で約 50% ですね。いきましょう。
あ、ライオン。はい、ジャスメン。で、この色で示唆してます。とりあえず1個引いた。いいよいいよ。1個引いていこう。さあ、ゾウ。飛ばさない。飛ばせ。うわー、飛ばさない。もう一回やり直しましょうね。413枚。ちょっと少ないかな。さあもう一回バトル。もう一回勝ったらもう一回続く。さっき勝ってるから。なあ、厳しい。がいいよな。ハーネスにします。はい、朝一を重要ってたんですけども、まあ、ちょっと微妙だったので、あと時間的にも枚数的にも一発勝負をかけたくなったので、ゴッドに移動してきました。ハーネスですね。これでね、ゴッドを引いて爆出したいと思います。チナリジャーの状況はよく分かんないので、これで出したいと思います。頑張ります。ゴッド、ゴッド。ひららさんね、あーほら止まったね。止まっちゃったけど、おっひらら4連です。 GG 確定。あーちょっと行きますよ、次も。あーまあ、取っとこう。いやーこれ、682ゲーム、5000円です。ゴッドでは5000円。さあ、いつもは犬だけど今日は、犬、今日も犬。50です。ファースト、見事ボタン。60ゲーム、184枚。あーね、マジ嬉しい。あとやってないのはバレマンぐらいですよ。私
頑張る。お？あれ？当たってるな。なんで？何も聞いてないぞ。当たった。65ゲーム。でんでんでんで分かりますよ。よし、よーやったよ。来た、300ありました。十分でしょう。3度目の正直はあったね。よかった。頑張れ。あらもう369枚ね。もうその前出てるのがあるんで、まあ今500枚ぐらいかな、ざっと。うわー、これかよ。うわー、悔しい。復活は、復活じゃない、終了。だって今のね、ベルだったらね、もう一度ね。惜しい。3枚ですね。お、やべえ。ちょっとコメントしていいですか？マジかよ、見せたな。じゃあこの時間かよ。はい、時間が時間なんですけども、じゃあブラックラグーンは今キリンのいい状態なのでやめたいと思います。でちょっと今状況的にちょっと負けてるのかなと思ってるんです。なのでちょっとノーバルタイプで攻めようかなと思います。ちょっとなんか息を呑むわ。あ、拳。よし、当たった。よかった。479回転、持ち込みです。お願いします。よし、ベルセポで行きますよ。ベルセポで目標は300。ちょっと嘘でしょ。ラストに出た。ダメ、待て待て、やだやだ、もうやだ。これならあれですね、ケルベロスの方が良かったかもしれないですね。うわ、マジか。せっかくさ、
度半端もう中途半端100ゲームまあまあいいでしょう。また引けばいいだろう。この間に実戦終了、お疲れ様です。さあ早速ではございますが、私が選んだ写真はこちら。はい、この写真はですね、今日あの遊びに来てくれた方と一緒に撮った写真なんですけども、まあ、なんでこの写真を選んだかというと、あのこの番組がですね、皆様とやっぱり一緒に応援してもらって作り上げてきた番組なので、こちらにしました。ちなりちゃんは何を選びましたか？はい、私が選んだ珠玉の一枚はこちらです。はい、なんで選んだかと言いますと、まあ私初のスーパーヘブンズラッシュということと、今日一番見せ場なんじゃないかということで、こちらの写真にしました。では結果発表になります。最後本当に消えなくて本当に良かったです。はい、で私からですね、あの皆様にちょっと大事なお知らせがございます。このサンデーレボリューションなんですけども、今回のこの第26回で最終回となります。で、今回勝ったら私一つお願い事をしようと思ってたことがあるんですけども、今までの第26回までの名場名集をの総集編をちょっと作っていただきたいなと思ってるんですけど、あ、いいんですか？ OK が出たんで、じゃあ今から多分流れると思いますので、今までのメモ名集ご覧ください。まあちょっと回します。おい、マジでやってやったぜ。あ、そうです、もうどんどんいっちゃいましょう、どんどん。はい、もうバンバンいきましょう。あー、これ止まんない。開いてくれ、レビィさん。どうだ、ゴージャスゲームか。おおMAX!
そりゃもうゴルゴさん、なんじゃこりゃね、やっぱり僕が勝利と。おっ、待って、いやー、そっちやったか。おっ、やば、やば、ゾーンいた。これはやっちゃった。ちょ、3桁以上だけど、こんな演出見たことやから、すげえ乗る気がする。なんだろうな、なんなんだろう、なんなんだろうな、クラグ。モーター面白いけど、カモン。ゴリラ、こうやって、え、あー、やばーい。よし、仕留めよう、一発で。よいしょ、あー、そっちかい。どっちがいいかな。どっちがいいかな。揃おうか。よいしょ、オッケー、いただきました。皆様、名場面集はいかがでしたでしょうか。いや、本当にいろんなことがありましたね。いや、私も途中から大魔神を名乗らせていただいて、で前回がウルトラ大魔神だったんですよ。で今回勝ったということで、まあ、最終回、ちょっと悲しいんですけども、最終回ということで、今回改名する名前は終焉大魔神に改名したいと思います。はい、もう非常にね、終わってしまうのは残念なんですけども、まあ一旦終わりますけども、皆様 の応援の声がもしかしたら復活につながるかもしれないので、引き続きサンデーレボリューションの応援をよろしくお願いします。それではまた会う日まで、またねー。